槍川の陣か、人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って坂井砦でも手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。行き先はつかめたか？まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大高が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか？いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのは、なぜ大高はあんたを生かした？対馬の子細を聞きたいのか、見せしめにしたいのか、当人に聞け。隠してることがあるようだね。不可、陣、大高は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか？奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ？俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は？天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた。猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする？もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったの。己はただ見ているだけであったな。矢倉だ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかは分からない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った狼煙術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったら、騎兵で勢の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする？この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った？いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖を
配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7晩かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。奴ら。敵だ！炎蔵、陣、続け、一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。このまま突き入る。
終わったぞ。楽な相手だな、ジン。幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。侍の馬に負けてる。ああ、昔を思い出すね。深は楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。あいつだ、急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。早くだろう、荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。ハルを狙え。全て倒した。今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を。人斬りの戸賀を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。つか、後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。待て、合図が止まった。静かすぎる。ここを任せた奴らもどこに来た。不意打ちか。調べてみるぞ。
猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙を突く。ジンが見つかった。助けよう。行くぞ。逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図。四方からだ。大鷹族が動いた。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。猛虎の遠兵。守りまで引く。せきとどめろ。
お前は死ぬのが衆生のためだ。ジン、お前は死ぬのが衆生のためだ。覚えがあるぞ、父上の仇。幻だろう、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプが父を害した。知らねえよ。運だ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。ほら、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ、谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれない。
なあ、分かってんのか。構わん、全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うこともさなくは己を切っていた。